はい、どうも皆さんこんばんは、ミグマです。今回はですね、ついにですね、アルマジロトカゲのレアのスミ入れバージョンですね、こちらをゲットすることができましたので、こちらね、紹介していきたいと思います。でね、アルマジロトカゲのね、がラインナップされているダンゴムシのガチャガチャの動画に関しては、まあ、スミ入れのレア以外の方の動画はもうすでにチャンネルにアップされているので、まあ、今回はね、このレア版とね、通常のアルマジロトカゲを比べるような形で紹介できたらなと思います。じゃあね、早速開けていきたいと思います。はい、まあ、ブックレットの方もね、まあ、その時のね、ガチャガチャの動画の方でね、07の動画の方で開けているので、詳しくはまあ、見ないんですけども、まあ、今回ね、レアバージョンがようやく当たりましたということでね。じゃあもうお待ちかねのね、開けていきたいと思います。はい。こちらがですね、スミ入れバージョンのアルマジロトカゲになります。めちゃかっこよし。うわ、全然違うわ。なんだこれ。角の方もね、まあ、ノーマル版と変わりはないので、こちらもね、まあ、前回の動画の方にアップされているので、今回は端折らせていただきますけども。うわ、全然違う。こちらがね、まあ、前回で紹介したノーマルのね、アルマジロトカゲなんですけど、全然違いますね。うわ、すごい。うわー、前回のね、ノーマルのガチャガチャでも結構ね、やっぱアルマジロトカゲクオリティが高いなっていうお話をしたと思うんですけど、うん、ノーマル版でも十分クオリティが高くて可愛いんですけど、こっちはすごいな。もう各所にね、スミ入れバージョンというだけあって、スミ入れの方がされてますね。うわ、かっこいいな、すごいな。黒い墨入れだけなのかな。でもなんか心なしかね、ボディの茶色の部分もちょっと黒みがかって見えますよね、やっぱり。やっぱこういうちょっと墨入れが届いてない部分を見ると、こういうとこですかね。やっぱ成型色は同じで、って感じですね。本当に墨入れがあるかないかっていう差なんですけど。すげえ。うわ、全然違う。めちゃくちゃリアルだと思います。ちょっと本物ね、アルマジロとか見たことないんですけど、実物をね、すごいリアル。しかも今回は尻尾が取れないから、ちゃんと丸まらせることができますね。かわいい、これ。前回のね、この尻尾くんはちょっとね、結構ね、視聴者の方からコメントでいろいろいただいたやつですね。ドライヤーの方は試してみて、結構ね、前よりは、頑丈になったかなっていう感じはしますね。こうやっても折れないので。なのでね、こう、解決案のね、コメントをくれた方々ね、ありがとうございました。非常に参考になりました。ということでね、めちゃくちゃかっこいい、これ。やばいっすよ。今回ね、この、なんかアルマジロトカゲがね、結構いろんな場所で再入荷されているらしいという情報をツイッターで見つけまして、早速ちょっとね、各所を探してやってきました。今回レアゲットするまでね、ちょっとこうガチャ覗いた時にアルマジロトカゲっぽいなってやつがあったんで、とりあえずアルマジロトカゲが1個出るまでやろうと思って、全部で7回ぐらいやったんですけど、そしたらね、見えてたやつがレアかレアじゃないかっていうの分からなかったんですけど、どうやらレアだったらしくて、見事ね、出すことができました。でね、まあ、ダンゴムシも、まあ、必然的に、あとあれか、まん丸コガネかも増えたんですけど、まあ、彼らはね、何個いたっていいですからね。でいつかね、こうかぶったダンゴムシとかまる丸コガネとかね、こうなんか自分で塗装とかしてみてね、こう別物にしたいですよね。せっかく同じダンゴムシが何個もあるので、ちょっとそういうのもね、いずれやってみてね、塗装とかも動画にできたらな、なんていうふうに
思ったりはしているところなんですけども、なんでねちょっとねそういうのも今後やっていきたいなと考えてますっていうところでですね、今回のねこのレアの紹介の動画とさせていただきます。うん、やっぱ全然違う、かっこいい。これはやっぱみんな求めてやるわけです、アロマジロとかではね。でもちょっとね、アソートがちょっと悪すぎるかな。ダンゴムシに比べて丸々アルマジロトカゲがねやっぱあんまり入ってないようにも見えるなっていうのは受けますね。尻尾取れちゃった。はい、というわけでね今回ねついにアルマジロトカゲの墨入れバージョンを手に入れることができましたという動画になります。この動画気に入っていただきましたら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねツイッターの方もやってますのでよろしければフォローの方お願いいたします。以上、ミグマでした。